速化塾の久保でですす皆さん稼いでますか今日ねメインチャンネルの1週間の謹慎が解けてこちらの方に戻ってきました1週間サブチャンネルでなんとか耐えがたきを耐えていたわけですけどもそのサブチャンネルにね行ってる間に今回の,その第一生命のネオバンクってアプリがその案件が飛び込んできたんですよこのの案件ってのは このスマホの中に第一生命ネオバンクのアプリをダウンロードして紹介コードを打ち込むと1500円最初からもらえてるんですよね。で、そうやってできた自分のアプリ、アカウントには今度自分の紹介コードができてるんで同じように他の人にこのアプリって1500円入ってるみたいだよっていうふうに紹介してその方がね、あの、第一生命のネオバンクのアプリをダウンロードして紹介コードね、ここに書いてるでしょこちらですかこちらですかここここここかこれかこれかここに紹介コードあるでしょ プロフィール欄にそれを打ち込んでいただいて、あと免許証がね、いりますけどね、そういう風にすると、銀行アプリができてるわけですよ。しかも最初から1500円の預金が入ってる状態です。で、これね、紹介した人にも1500円入るし、紹介されてアプリを新たにインストールした人にも1500円入る。1500円、1500円の紹介システムなんですよ。で、私ね、これね、サブチャンネルに謹慎を食らってる間に、 これを知りましたんで、そのサブチャンネルの50人しかチャンネル登録がいない時に動画を作って紹介して、6日目でこれですよ。28,500円いきました。だから謹慎中に3万弱稼いで帰ってきましたってことになります。で、これね、マックスで7万5千まで1人当たり入るそうなんで、まあ、ちょうど折り返し、まあ4割ぐらいのところいったかなっていうところなんで、これからメインチャンネルでね、どん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 これを紹介していきたいなと思ってます。で、メインチャンネルはチャンネル登録の方も多いんで、なんとかね、 あの2月末という締め切りの間に7万5000いくんじゃないかなと思いますけども私が稼いだだけではねあんまり面白くないとぜひねこれを見ているあなたにもこのアプリをダウンロードしていただいてそれで、ね、紹介活動していただいて1500円を3000円にも3万円にもしていただきたいかなと思っております、えー、ぜひねこれあのもう私だけじゃないですよ7万5000円手に入れるのはあなたもですよで別に YouTube だけじゃなくていいですブログとか、Facebook、とかかだったら あの、出勤したらね、同僚の方がいらっしゃるんですよ。だからオフラインで、このアプリいいよ、みたいな感じで対面で進めていただいたらいいんですよ。私の場合は、出勤がないんで、そういった対面で進める人がいません。しまいにはね、コンビニの人とかに進めたりとかね、それから家族とかに進めてますよ。もうそのぐらいしか人間関係ないんでね。うん、だからね、逆に出勤がある方は有利じゃないかなと思う向きもあります。ぜひね、この動画を見終わった後もう終わりますんで、すぐに 活動してみてください。ということで、6日目で28,500円。本当に皆さんのおかげありがとうございます。明日も入ってますように、明日ね、今日1件でも登録していただくと3万円超えっていうところが見れますんで、ぜひ明日のこの時間はそういうふうに見ていきたいなっていうところでございます。それでは、動画概要欄にも紹介コードを打ってますんでね、App Store とか Google Play からまずは、この第一生命のネオバンクのアプリをダウンロードして、プロフィールを作る際に、この紹介コードとね、 それから、免許証の確認を取ってみてください。以上です。お疲れ様です。